前であれば黒川があえてセンターバックとあのボランチの間のところポジション取ってますからね、うん、抜けてきた直接行く。ただここは松井が防ぎます。まあ、この辺さすがですね。最後藤村昔から沼田中はちょっとありません。最前線は清水が待っています。ルカーが右で受けて、さあ福光キーパーとディフェンスの間面白いところだ。清水うわ先制ミトホーリーホップ。さあここはチャンスになります。金沢です。加藤ブルーニーそして柿田と上がっていきます。ボックスのタイル加藤同点ゴール。この力で同点に追いつきました金沢1対1。いや加藤のこのステップワークとこのドリブル、はい、ここですよ。もう完全にね前もあの対応できなかったですしちょっとこれ引きすぎてしまったんですよね。これボックスの中に入れない方が良かったんですけどちょっとズルズル引いてしまった。さあ金沢とこにはありますが藤村から加藤が残して沼田あちょっと中途半端なボールになった。おおここはよくヘディングクリア。ですかね。柿田の頭のは間違いなく超えたいですけどね、はい、低いボールを刺してアウトか。うわすごい。セットプレーから猪鹿のゴール。ミトチャンス浅野切り替わした中に来る左足落ち着いていました。途中交代の浅野大きな大きな3点目。狭いところ通します。そして試合終了水戸ホーリーホックが3ポイントを上積みました。3対1清水そして猪鹿さらには浅野のゴールで3得点。金沢を下しましてこれでさあ自動昇格圏内に横浜とは1ポイント差ということになりました。